ヘルムート・ブリュックナー、ヘルムート・ブリュックナーはドイツの政治家。国家社会主義ドイツ労働者等の主霊支演、大勘区指導者を務めた人物。プロイセン王国のライヒエンバッハ軍パイラウに、小学校教師のコンラート・ブリュックナーの息子として生まれる。パイラウの小学校を及びランゲンビーラウの男子校を出た後、ライヒエンバッハの実家高等学校へ進んだ。 1914年8月に陸軍に入隊し、第88砲兵連隊に配属された。第一次世界大戦においては、当初東部戦線に配属され、後に西部戦線に移った。1916年9月からは野戦副官に任じられた。1918年3月25日に、フランスで重症を追いブレスラウの病院へ送られた。 戦後の1921年に、オーバーシュレージエンドイツ自衛官北部集団の参謀となり、シレジア法規鎮圧に参加した。その後ブレスラウ大学で、歴史、哲学、地理及び経済学を学んだ。1923年11月のミュンケン一期に参加し、そのため1924年に一時期拘留されたが、執行猶予で釈放されている。その後は、 国家社会主義自由運動に入党し、ブレスラウの支支配人に任じられている。1925年3月15日に、ナチ党に入党し、シュレジエンウォークダク指導者に任命される。1930年9月14日に選挙区七区選出の国会議員となり、1932年4月24日には、ブレスラウ選出のプロイ選習議員となっている。八月十七日に、 東部地方観察官となり、12月に東部委員となる。1933年3月15日に、ウンターシュレジエンの県知事に任命され、5月29日には、オーバーシュレジエンの県知事にも任命されている。10月7日に、ブレスラウの第11突撃隊連隊の名誉指導者に任命され、突撃隊中将の階級も与えられた。 1934年6月30日の長い、ナイフの夜における、エーベルハルト・ホン・ベヒマール男爵突撃隊少将の、殺害にウード・ホン・ボイル・シュラと共に関与しているが、シュレジエン・オークダクにおける、突撃隊員及び親衛隊員への粛清には、抗議している。1934年12月4日に大管区、指導者職を解任され、突撃隊での地位も失う。 6日に国会議員12日にすべての党及び政府役職から解雇された。25日にはナチ党からも追放された。1935年の秋には刑法175条違反容疑で逮捕されリーグニッツの地区裁判所で裁かれた。懲役6ヶ月の刑を受ける者もヒトラーの取りなしによって服役中より執行猶予で釈放された。 1937年には、ナチ党への再入党を拒否されている。その後、シュレジエンへの居住を禁止され、メクレンブルクに移り住んだ。1939年により、ロストックのハインケル社で働いた。1942年5月14日に、シュレジエンへの帰還を願い出るが、ハインリヒヒムラーとマルティン・ボルマンに却下されている。 1945年7月にロストックでソ連軍に逮捕され、1951年1月15日、シベリアの収容所で死亡した。ABCD ミラー、P89ABCD ミラー、P90ABC ミラー、P91AB ミラー、P88 ミラー、P93。ありがとうございます。